皆さんこんにちは、モナールチャンネルのマサです。こんばんは、ゆうやです。モナモナ、さあ始まりました。イエーイということでですね、こちらにね、10個のおにぎりさんに今日来ていただきました。ありがとうございます、はるばる。はい、ということでこれ以前なんかの企画でリクエストいただいたんだよ。そうだよ、リクエスト企画です。で、違う種類のおにぎりを今10個買ってきました。本当は20個とかでもよかったんだけど、10種類しかなかったの、この形状のやつがね。はい、で、これを裏を真っ黒にして、裏から何の種類か分かんないようにして、この10種類の中からあらかじめ予想すると食べるの。それが当たったら終わり、当てられなかったら永遠と食べ続けます。いや、9個でしょ。そうです見てる人思うんですよ、9個でしょ。いや、確かに俺らも思った。俺は思ってないけど。いや、お前は思ってない、うん、3つのうちのどれが1つが超酸っぱいやつ、これをもし外れた場合1個食べます。じゃあね、シャッフルしましょう。はい、最初はグージャケっぽい。はい、こうしよう。高校で何にしようかな。でも分かんないもんね。じゃあもうこれ、エビマヨ、これ。いやいや、1番から言ってください。そういうこと。嘘だ、嘘ってことは、これ味覚音痴の方。あ、待って、これさ、開けるときに見えちゃいそう。見えちゃった。いや、見えてないけど、見えてないけど、見えちゃいそうになるから。はいはいはい、エビマヨだったら終わりね。見えてないよな。見えてない、うん、一瞬エビマヨかと思った。何、辛子明太子。うわ、いいな。うまい、美味しいです。ありがとうございます。ちなみにこの中で当てたくないのどれ。梅。ああ、たた梅。梅嫌い。当てたいのは筋子。筋子選べばいいやん、じゃあ。僕は、ピリ辛高菜。はい、言ってください。ピリ高。あ、違うわ。俺外れたからこれ食うんだった。そうじゃん。で、真ん中。いったわ。おぉ。おぉ。よし。じゃあ、ピリ辛高菜いきます。ピリ辛高菜どうぞ。この中に一つはピリ辛高菜があるはずだ。いや、ピリ辛成分を今感じ取ってるね。さては、これだ。これが辛かった。一番の開け口がどこだ。いや、上、あ、左、そこ。こいつだ、ピリ辛高菜は。筋子だとちょっと嫌だ。あ、そうなんだ。筋系がちょっと嫌なんだ。あ、そうなんだ、うん、いきます、はい、ピリ辛高菜来い。日高昆布。あー、昆布ね。一瞬マジで高菜と似てんだよ。はい、じゃあどうぞ。右だ。いただきます。テイスティングタイムだ。うわ、最悪。中にちょっと粉入ってんじゃん、うん、いや、俺もだからさっき、なでもまあ違うな、来たって思ったけど、うん、全然美味しいレモンだわ、来たこれを切り抜けるには当てるしかないから。当てるしか。明太子と昆布がなくなったんだよね、はい、俺牛飯食いたいわ。まあ、牛飯いいよ。牛飯食いたい、うん、牛飯をサーチするね。牛飯はこれです。牛飯これですよ、皆さん。これです、これで。いきます。食います。すげえ、すげえ。終わった。早いんだよ、終わるの。早すぎる。終わった、終わった。すげえんだろ。マジか。ここで鮭とか言って高菜当てた時、あるいは鮭って言って高菜当てた時、どっちが悔しいかっていうね。もう自分のメンタルと相談ですね。な、俺は高菜が食いたいから。じゃあ高菜って言い続ければいいじゃん、うん、もう高菜。はい、これかな。それね、もうそれだよ、触ったら。そういうルール追加されてた。頼むぞ、マジで高菜。これ俺当てたらすごいけど。いや、すごいすごいすごい。早いけどね。いただきます。最悪。あとこれ全部食うってことでしょ。そうだよ、最悪だよ。食べ終わったらどうぞ、こちらを。そうじゃん。酸っぱー。酸っぱー。マジで舌に染みるぐらい酸っぱいんだけど。やばいね。うわ、酸っぱ。本当に酸っぱいものってさ、なんか舌がピリピリする感じわかる。あれ、バツマン。当てれなかった、バツマン。エビマヨにしよう。エビマヨ。シャケでーす。原点回帰たかな。エビマヨです。上ね、上ね。これだ、これ。こいつ。はい。いただきます。
うわー、すじこでーす。真ん中はない。ない。真ん中はない。製造工程で真ん中は省かれる。なるほどね。ナイス。すっげー。めっちゃ酸っぱい。痛い痛い。マジで下でやばい。言ってること、なんつこと、全部逆だね、今日。やばいね、今日。うん。高菜を捨てるか、最後まで一途に。うわ、高菜って言って梅引きそう、めっちゃ。もうそれ、思い込んでたら本当にそうだよ。だから梅。梅ね。梅でいく。どうぞ。でも、これ、近いやつ。それ梅です。これ梅だろ、絶対。さあ、梅どうぞ。それ梅です。いただきます。おお、高菜です。ずーっと言ってたのに。高菜って言ったっしょ。言ってないっす。一番やっちゃいけないパターンのやつでやってしまいましたね。本当に豊か高菜。どっちですか。勝負の左。勝負の左、酸っぱいかもよ。遠い方だ。これが酸っぱくないです。セーフ。おーい、マジで酸っぱくあれよ。さあ、外したらオールハズレプラス酸っぱいよ。いやもう梅、梅ね。梅はどっちだ。どっちだろうな、これマジで。うわ、どっちもツナのような気がすんな。そんなことねえ。そんなことねえよ。決めだ。では梅どうぞ。いただきます。わー、梅マヨだ。すごくない？オールハズレです。すごくない？いや、逆にすごいよ。あー。酸っぱ。じゃあまた明日、バイバイ。バイバイ。